はい、なんでその取引先への話は一通り済んでますね。ありがとうございます。いやでも一安心ですね、ここが整理できたらもう。え澤田君は、はい、本当に今回さ、あの初ああ、もちろんです、はい。あそうなんだ。 すごいしっかりして頼もしかった。いやいやいや、もうそれはもう吉岡さんの指導が良かったおかげでございます。ありがとうございました。いえいえいえ、ね、すいません、ご自宅で急にね、こういうお話しさせていただいてい<や>ありがとうございます。できればもう少し早くやっていただきたかったっていうのはあるけど。吉岡さん最後に辛辣な いや全然思ったことだけはっきり言おうかなと思っただけなんで吉岡さんって本当そういうとこありますよねなんかビシッとはっきりされてるところあるというかいやでも私はっきりビシッとなんか言ってますっていう感じの人本当に苦手で自分でも言わなきゃいけないなと思って言ってるだけなんであほうほうほうあなんかあれありませ、ね、んかお昼の番組の MC とかやってるあのもうはっきり言うだけ僕は言いますよみたいな感じの人うんか 過去いろいろやらかしてたりみたいなさ、めちゃくちゃやらかってますからね。そのいやあんだけすごい事故を起こしといて何をこの人にあ君が言うことあるのって思いますもんね。うん、はっきりね。うん、うん。あれ卑怯ですよ。だ誰が好きなの？いや本当に会ったことないです。マジで身近に。うん。っていうなんかええ思ってた。 思ってましたよ。ええあの人のことを好きな人が周りにいないことを俺はちょっと誇りに思いますもん。うん、だよね。よかったみたいな。え好き、好きな人と会ったことあるないです、ないです。え芸能界は長いだけだよね。いや、マジそうっすね。もう長いし、だから、あれですよね、その、もう別に失うもんないから、あの、うん、言うだけ言えるっていうあのずるさはあるでしょうね。ずるいね。うん。 社長とかも、うちの社長とかもなんだかんださ失うものあるからさいろいろ,守,ろうとうい守るものがあるっていううんほ、うんとにだからいいんだろうね別に終わったあとの人生なんだろうね、はい、まあそうですねもうほんとだからそれ言ったらあいつあのなんか YouTuber のあいつなんかなんかもう怖いもんないですみたいなムカつきますねあいつうんなんかなんだろうなちょこちょこ案件やってんのとかムカつくよねはい何でやるわけですも え、なんで案件振るん逆に。いや、わかります。あいつに案件して。それこそ、あいつのファンなんて、身近に見たことないですよね。見たことない。うん。会いたい、むしろ、いたら。どこが好きなのか?。マジで、本当、どこがいいのって言いたい。うん。あいつ、ただただ、あの、口がうまいとか言われてますけど、あいつ口がうまいんじゃなくて、早口なだけですよね。ですですです。ただただ、あの、声が高音で。なかなか、なんか、かかかね、うん、早口なだけで、面白いことも一つも言ってない。 うん、もうただただ金持ってるだけですよ、あいつなんか、他の人って、例えば、うん、暴露系とかって、信念あるじゃん、俺はこういうこと嫌だから、さらしてるんですよ、わかります、わかります、まだそこっていううち、信念あるから分かんないよな,んか信念な,くないですよ、すぐ謝ったりもするし、もう気持ち悪い、もう,もうあいつ、本当に気持ち悪い、もうあいつがあのヤフーニュースとかに載ってる、載ってるんですよ、たまに。うん それでお俺ヤフーニュース見るのやめましたもん気持ち悪くてあいつみんな<ー>早口なだけ<対>おもろいこと一回も言わないわかるうん出てきたや、うん、なんだただただ高音で早口なだけそれだけ<ー>多分なんか自分あの芸人の知り合い同級生芸人になったやつとかいるんですけど芸人界全員嫌いって言ってましたねへえーはい、でなんか共演した芸人の人が3人ぐらいいるんですけど3人ともちん と性格悪かったって言ってました。もうほんと偉そうで、向こうから頼まれたんですって。えーえー、あの、うん、コラボしましょうよみたいな。出てくださいって。で、実際あ、わかりました。つってコラボしにその事務所行ったら、普通、我々社会人としては、うん、あ、すいません、わざわざ来ていただいていだありがとうございます今日はよろしくお願いしますじゃないですか。うん、そいつは、なんかパソコンかなんかさ、ありながら。あ、どうぞ。奥。嘘でしょ奥。嘘でしょ目も合わせないんですって。あ、どうぞ、奥。許せない。 いや、マジでね、クッソですよクッソえ、なんなんなんか、なんか、そんな思ってるの知らなかったな。いや、そうっす、そうっす、でも吉岡さんとね、仕事以外のお話させていただくの、なんか初めてな感じしますもんね。もっと前もって言ってくれればよく言わないか。まあまあ、まあそうっすね。 あと俳優でなんかねあの若手俳優で生きがいいみたいなちょっとなんかおらついてたりするような俳優にそのおらつくんよって思いませんもうだってかっこよくて演技うまくて謙虚で素晴らしい俳優さんたくさんいるじゃないですかいる、うん、そのお前ごときの演技力で人を感動もさせてねくせに、うん、顔がいいだけでおらつく。 って思いませんだからずるいのよ、そのアニメの人気をもらって、そのまま人気になるじゃんか。ずるいのよ、それ自分の人気だと思っちゃってるから。どうなんすよ。ずるいのよ。でも、大変申し訳ないですけど、やっぱ、人間性がダメですよね。だって、普通気づくじゃないですか、あ作品のおかげ、だから、パにつながると思うんですよ、普通。もちろんそういう人もいるから、私、そういう人は好きよ。私も、私もです、そういう人は好きです。<お>はい、私も飲み会で会ったことあるのよ。 ははい、はいうんうんそのーなんだろうな、うん、数字でしか人を見ない化け物みたいなうわーはいはいうん、うん、今写真送ったこの人うわっう,ん、うん、うわっこいつ嫌い俺もうん一、うん、回なんかアベマの番組かなんか見てたんですよドラマ特番みたいなうん、うん、で結構すごいメンバーたくさん出られててうん、うん、カズレーザーさんとか、うん、もうあのパンサー向井さんとか、うん、あトレンディエンジェルの斎藤さんとかすごいメンバーうん いてその中でずっと足組んで偉そうにしてて、うん。あだ逆にこいつ裏表なく偉そうなんだとは思いましたけど。それはすごいね。じゃあそういう役来たらいいのにね。うん、そうですそうです。あの、うん、てか言えばいいんですよね。僕性格悪いです。偉そうです。うん、全人間を下に見てますって言えばいいですよね。いいね。うん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 。そんなことちゃんえあすごいね。うんやるねお兄さん。いや何をしちゃいますよしょかさんさすがですよ最高です。 なんか嬉しいです。話しててこんなに話し合うとあいやありがとう、うん、でもあれか俺と吉岡さんじゃなくてもあの YouTuber は嫌いかあいつは気持ち悪いもない一回んかね芸人さんのこと思んないみたいに言ってていやいやお前マジで関西弁で早口なだけでお前のこと面白いと思ってるやつ一人もいないから子供だけだから、うん、あのほんとガキンチョ生意気なガキンチョが一万にお前のこと好きなだけだから コメントしてるのも全員お前の痛いファン500人の女がコメントしてるだけだから。めっちゃおもんないからお前。それなのに芸人さん面白くないって言ってたんですよ、そいつが。もうそれが許せなくて、そのユーチューバーが。あ、今恋人いるっけあ自分いないっす、全然。付き合うよ。えいいんすかうん。 いや、俺はそれ、吉岡さん、も綺麗ですし、その、で、こういうとこで話もあって、すごい楽しい。楽しいですね、確かに。なんか感覚すり合わせたいわ。確かに。うん付き合おうえ。じゃあ、吉岡さん、その、一回、これはだけかな、この人嫌いなの、ちょっと言ってもらっていいですか。ああ。あーある芸人のコンビなんだけど。はい。うーん。はい なんか、私の知り合いがさ、芸人やってて、はい、なんか、なんかね、まあ、結構売れてる人なのかななんか、うん、ひな壇かなんかに座ってて、で、なんか、その前では挨拶。やめましょうやめましょうすいません、吉岡さん、ありがとうございます。うん、僕、山手千吉が嫌いです。うん、うん、山手千吉ね。うん、山手千吉。はい。うん、どう思います山手千吉。嫌い嫌い。ああ、ですよね。よかったよかった全然。なんか全然、すていい、大丈夫です。大丈夫です。<laughs> 吉岡さん、大丈夫です、吉岡さん。お疲れ様でした。<laughs> びっくりしたらしい,、はい。そちらから切ってください、吉岡さん。えっとね、コンビ名が。やめてください、吉岡さん。切ってください。あはいそちらから切ってください。プープー,プーだよ、プー